ペドロ三世、ペドロ三世、1239年、から1285年11月11日は、アラゴン王、バレンシア王、バルセロナ博、在位、1276年から1285年、シチリア王、在位、1282年から1285年。ペドロ三世とはスペイン語の呼び名であり、アラゴン王としては、ベエロ三世。 バレンシア、王としては、ペーラ三世。バルセロナ、ハクとしては、ペーラ二世。シチリア王としては、ピエトロ一世。大王、と呼ばれる。ハイメ一世、征服王と二番目の王妃である、ハンガリー王アンドランシュ二世の王女ヨラーン、ビオランテの息子。アラゴン王国最大の君主の一人である。ペドロは、アラゴン王ハイメ一世、征服王と二番目の妻ビオランテでウングリアの、 長男である。弟にハイメ、後のマヨルカ王ジャウメ二世がおり、姉妹にビオランテ、後のカスティーリャ王妃やイサベル、後のフランス王妃がいる。1260年、またはそれ以前に、ペドロは、ニカイア帝国の皇帝テオドロスに世、ラスカリスの末娘と婚約した。しかし1261年には、エウドクシアの兄弟が皇帝位を失ったため婚約は、 解消され、エウドクシアは、ペドロではなくテンダハクと結婚している。1262年6月13日、ペドロは、シチリア王マンフレーディの娘であり、シチリア王国の相続人であるコンスタンサと結婚した。青年期には、父ハイメ一世が、ムーア人に対するレコンキスタの過程で行った、数々の戦争で、多くの軍事経験を得た。1276年に、 不応ハイメ一世が死去すると、アラゴンイコール、カタルーニャ連合王国の領土は、アラゴンとカタルーニャに分割された。長男であるペドロには、アラゴンやバレンシア、カタルーニャの大部分が与えられた。一方で次男のハイメには、バレアレス諸島、やがて、マヨルカ王国、北、カタルーニャ、ルシオン軍、コンフラン軍、モンペリエ博領のラングドック地方が与えられている。 1276年11月、ペドロとコンスタンスは、アラゴン連合王国の首都であるサラゴサで退官した。この式典でペドロは、祖父のペドロ2世が、ローマ教皇に対して追っていた、あらゆる封建的義務を放棄した。では、土地継承に関する問題が起こっていた。1268年にが死去した際、彼の二人の妻の出身家、ベアル・ウンハク、ペドロ・ムンカーだ。 フォアハクル・ジェイ・コール・ベルナルド二世が相続に対する長い戦いを開始し、ウルジェイ軍のかなりの土地は、不ハイメ一世が差し押さえており、1276年の退官時にペドロに継承されている。1278年には、ウルジェイ博・アルバロの長男であるアルマンゴル十世がペドロを世協定を結び、失っていた土地のほとんどを回復し、その対価として、 アルマンゴル10世は、ペドロ3世を領主として認識した。ペドロ3世のアラゴン王としての初任務は、不王の生前から続けられていたバレンシア領土の鎮圧だった。しかし、カルドナ施釈が主導した反乱が、カタルーニャでも起こり、フォアハクル・ジェイコール・ベルナルド3世、パリアルス・スビラー・ハック・アルノルドル・ジェイ世イ、ウルジェイハク・アルマンゴル10世が、この反乱を先導した。 不応は彼らとの小取引を盛んに行ったが、ペドロ三世は彼らの特権を承認しなかったため、抵抗勢力はペドロ三世への憎しみを募らせていき、彼らは議会を召集しないことでペドロ三世に反抗を敷いた。1280年にはバラゲールを1ヶ月間包囲し、ルジェイコールベルナルド三世が率いる反乱軍を破った。反乱の指導者の大半は百八十一年まで、 リエイダで投獄されたが、ルジェイコールベルナルド三世は1284年まで投獄されている。ハイメ一世の地世に、アラゴン連合王国の参加に入っていた、チュニジアのハフス朝は、1277年に、第二大君主のアブーアブドゥッダームハンマドアルイコール、ムスタンスイルが死去すると、アラゴン連合王国の総資権の首輝きを投げた。ペドロ三世は、 チュニジアの総主権を再取得するために、1280年に、クンラッド・ダ・リアンサが率いる、最初の遠征隊をチュニスに送った。1281年には、コンスタンティーヌの統治者の代わりに、チュニジアを侵略するために、ペドロ三世自身が140隻の艦隊と15000人の兵士を引き連れて、チュニジアに向けて出航し、艦隊は1282年にから上陸した。 1282年3月30日に、イタリアのシチリア王国で、シチリアの番頭事件が起こると、アラゴン連合王国の軍隊は、シチリア大使から、フランス王家の亡刑である、アンジュ家のシチリア王カルロ一世、アンユーハクシャルル一世の王座を奪うことを要請された。ペドロ三世自身もプリアコーロベルトイル・グイスカルドの娘マファルダの血を引く、相続人であった。 1127年のプリッタデコー、グリエルモ2世の死去で、プリア公爵化が途絶えると、一見すると、マハルダの相続人が、ロベルト・イル・グイスカルドとその妻シジェルガイタの、正当な相続人となった。このように、ペドロ3世は、南イタリアのオートビル町、ノルマン町の潜在的な王位請求者であった。より直接的には、ペドロ3世の王妃コンスタンサデシシリアが、シチリア王。 マンフレーディ王女であり、そのために、ペドロ三世は、マンフレーディの相続人であった。以後の500年間、アラゴン王家と、その相続人は、シチリア王国とその後継王国に対して、必要に、王位継承の追求を行った。シチリアでは、ペドロ三世の代わりに、イタリア人医師が行動した。1268年、カルロ一世がでマンフレーディの王位、コラディーノに勝利すると、 ジョバンニは、一旦イタリアからアラゴンに逃げた、再度、シチリアまで旅し、ミカエル8世、パレオロゴスの支援を得るためコンスタンティノープルを訪れた。ミカエル8世は、ローマ教皇の承認のないアラゴン王国の救済を拒否したため、ジョバンニはローマまで後悔して、南イタリア、メッツォジョルノでのカルロ1世の勢力拡大を恐れていた教皇ニコラウス3世の同意を得た。 その後ジョバンニは、イベリア半島のバルセロナに引き返したが、その間に、ニコラウス三世が死去してマルティヌス四世に、代替わりした。マルティヌス四世は、フランス人であり、カルロ一世の忠実な同盟者だったため、紛争の発生を予感させた。アルコイルで、パレルモの住民からの施設を受けると、ペドロ三世は1282年8月30日に、トラーパニから、 シチリア島に上陸し、9月4日にはパレルモでこの地の王を宣言した。カルロ一世はメッシーな海峡を渡ってイタリア本土に逃げることを余儀なくされ、そこでナポリオ王国を建てた。カルロ一世と親密な教皇マルティヌス四世はペドロ三世を破門し、さらにはペドロ三世に6万枚の金貨を提供して11月18日に、 シチリア島を侵略した東ローマ皇帝ミカエル8世よも破門した。シチリア島を奪っただけではなく、1283年2月時点で、ペドロ3世はイタリア半島最南部のカラブリアの海岸線の大半を奪っていた。絶望的な状況だったカルロ1世はペグロ3世に手紙を送り、両者が個人的な決闘を行って、紛争を解決することを求めた。 ペドロ三世はこれを受け入れ、カルロ一世はフランスに戻って、決闘を準備した。両国王は、それぞれ6人の騎士を選び、6月1日に、ボルドーで決闘を行うことを決めた。それぞれの側には100人の騎士がつき、強行の忠告によって、イングランド王エドワード一世が、判定役に推挙されが、エドワード一世は決闘への参加を拒否した。ペドロ三世は、 フランス人の待ち伏せを避けるために変装して、フランスに入った。言うまでもないことではあるが、ペドロ三世とカルロ一世との決闘は行われず、ペドロ三世は非常な混乱状態にあったアラゴンに引き返した。ペドロ三世がイベリア半島に戻った一方で、将軍が地中海地域の大混乱を制圧する役割を足した。ルッチェーロ将軍は何度も艦隊を率いて、カルロ一世を攻め、 アラゴン連合王国のためにマルタ島を征服した。フランスがアラゴン侵略を準備していた時、アラゴン連合王国の国内情勢は不安定だった。ペドロ三世は反抗的な貴族のフアンヌニエスダララからアルバラシンを奪い、カスティーリア王サンチョ世と同盟を結び直した。フランス軍の正面からのアラゴン連合王国侵入を妨げようと、フランス王フィリップ三世、 大丹王の息子のナバラ王フェリペ一世、丹霊王が自するナバラ王国のトゥデラを攻撃した。1283年にはタラゴナとサラゴサで議会を開催したが、反王党派のに一般特権を与えることを余儀なくされた。1283年には弟のマヨルカ王ジャウメ二世がフランス王国に寝返り、モンペリエの総試権が認められた。ジャウメ2世はフランス軍に対して、 ルシオン地方を通じてのカタルーニャへの自由な通行権をめ、さらにはバレアレス諸島への通行も認めた。10月、ペドロ3世はフランス軍の侵略に備えたカタルーニャ防御の準備を開始した。1284年、教皇マルティヌス4世はアラゴン連合王国をバロア博、シャルル、フランス王子でカルロ1世の王位に与え、教皇はシャルルの代わりに アラゴンを征服するための戦争を認可した。1284年、フランス王フィリップ3世とバロワ・ハクシャルルが率いる、フランス軍が初めて、ルシオン地方に進軍した、アラゴン十字軍。この軍隊は1万6千の騎兵、1万7千の石級兵、10万の不評からなっており、南フランスの港に100隻の船が停泊していた。フランス軍は、 マヨルカ王者梅二世の支援を受けていたものの、マヨルカ王国の地元住民はフランス軍に反発した。エルヌの町はルシオン博の市政治を中心として勇敢にも守りを固めたが、結局はフランス王室の力が勝って大聖堂を焼いた。1285年6月以降、フィリップ三世はジローナに入場する前に町を包囲した。激しい抵抗にあったものの、 ジローナもフランス軍の前に陥落した。実際には王冠がなかったものの、シャルルはジローナでバロア博の戴冠式を行っている。9月4日にはフランス軍とシチリア王国、アラゴン王国連合軍の間でが行われたが、ルッチエロ・ディラウリーア将軍が率いる連合軍がフランス軍に勝利した。これに加えてフランス軍の野営地は赤リの流行にも苦しめられ、 フィリップ三世自身も赤リにかかった。ナバラ王フェリペ一世はフランス王国の相続人であり、アラゴン王家が自国領やピレネー山脈を通って自由に通行できることを見返りに、ナバラ王国を攻撃しないようペドロ三世と交渉した。9月30日から10月1日にはで、アラゴン軍がフランス軍に勝利した。フィリップ一世は10月5日、 マヨルカ王国のイベリア半島領土の首都である、ペルピニアンで病死し、ナルボンヌに埋葬された。ジャウメ2世自身は、ペドロ3世に対する恐れから降伏し、兄である、ペドロ3世に仕えると宣言した。1285年11月11日、ペドロ3世は、ビラフランカダルパナデスで病死した。死因は不明である。 宿敵フランス王フィリップ3世が10月5日に死去してからわずか1ヶ月後のことであり、同年にはシチリア王ナポリオ・カルロ1世や教皇マルティヌス4世も死去している。ペドロ3世はアイグアムルシアノに埋葬された。ペドロ3世の死後、アラゴン王位は長男アルフォンソ3世がシチリア王位は次男ハイメイタリア5名ジャコモが継いだ。また三男フェデリーコは 後に、シチリア殺生を経て、アラゴン王位についたハイメに代わって、シチリア王となった。ペドロ三世は、父ハイメ一世と、同じく芸術や文学の庇護者であったが、彼は、父親が愛した三文ではなく、因文を好んだ。ペドロ三世自身が、トレバドゥール、ジョジョシカ人であり、二つのシルベンテスを書き残している。ダンテ・アリニエリの、新曲には、ダンテが、 煉獄の門の外で、ペドロ三世とシャルル一世が声を揃えて歌っている、ところを見る場面がある。王妃コンスタンサでシシリアとの間に四男二女が、生まれた。父ハイメ一世と同様に、ペドロ三世の死後には、王国が息子たちに分割された。長男、アルフォンソ、後のアラゴン王アルフォンソ三世には、アラゴンイコール、カタルーニャ連合王国を、次男、ハイメ、 後のアラゴン王ハイメ2世、シチリア王ジャコモ1世には、シチリア王国を与えた。三男フェデリーコ、後のフェデリーコ2世は、シチリア王国の摂政となり、やがて兄、ハイメの後を継いで、シチリア王となっている。抜子であり、非着出自であるペドロには領土を与えなかった。ペドロは、ポルトガルのサンタレンの統治者であるソエーロ、メンデス・ペティテの娘、コンスタンサ・メンデス・ダ・シルバと結婚した。 ペドロ三世には二人の娘がいた。アルフォンソやハイメの同母妹、ペドロのイボ姉であるイサベルは、ポルトガル王、ディニス一世と結婚した。同じく、アルフォンソやハイメの同母妹であるビオランテ、ヨランダは、ナポリオロベルト一世と結婚した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。